こちらが泊まったホテル山の葉さんです。ホテル山の葉ロビーです。時期的にクリスマスツリーが飾ってありますね。結構高さもあって綺麗です。はい、ホテルチェックインしました。綺麗なラウンジがあります。ちょっともう暗くて見えないですけど、こっちに足が2つかかっていて、こっちに駅があります。この時期はトロッコ営業してないので動いてないんですけどね。マッサージチェアありました。料金は1回200円。後でこよう。じゃあ以上チェックイン風景でした。橋が見える眺めのいい部屋にしてくださいってお願いしたんですよね。どの部屋からも橋見えますよって。はい、ワンダラです。ホテル山の葉チェックインしました。じゃあお部屋行ってみましょうか。レッツゴー。ん。おー、広い、綺麗。いいですね、良いですね。結構この建物自体は古いみたいなんですけど、リノベーションしてあってとても清潔感があります。はい、もうチェック。チェックインがですね、5時過ぎてるんですけど、じゃん、眺め、じゃーん、見えないですね。見えるかな。これはもう明日の朝ですね。はい、リバービューのお部屋です。向こう側にトロッコ電車の駅があります。空気清浄機があってドレッサーがあります。タオル掛けが4段ありますね。ちょっといいです。ツインベッドで、天井はですね普通の高さですね。はい、で浴衣はショーと中はあるんですけど、大はフロントの横から持ってきました。で、流行りに漏れずリユース感ですね。はい、これ飲み干したらまた水ここについでねみたいな感ですね。ティーバッグぐらいですね。で、からの冷蔵庫ですね。温泉なんですかね。はい、バスルーム。じゃん。すいません、お通ししちゃった。はい。大きい、明るいっていうか眩しい。はい、眩しいですね。はい、こんな感じです。ホテルのバスルームって感じですね。シティホテルのバスルームって感じです。広めの部屋ですね。これです、403。以上
ルームツアーでした。はい、いろいろ取ってきました。こちらはおでんですね。で、バーンしていくとじゃん、お寿司です。第2弾、富山ポークとチーズと鶏肉がめちゃめちゃうまかったのでまた取ってきました。こちらが天ぷらとエビです。じゃあいただきます。締め取ってきました。これが富山ブラックです。で、デザート果物がなくなりそうだったんでとりあえずいちごとリンゴとパイナップルを確保してきました。これにあとアイスクリームを加えたいと思います。じゃあいただきます。はい、昨日はお部屋の中を撮りましたが、実はですね、この部屋外ちょっとしたテラスがあるんですよね。じゃーん、山彦橋です。ズーム晴れてくれました。そして右に行くとトロッコ電車、黒部峡谷鉄道の駅があります。この時期はですね、あいにく営業終了してるんですけど、後で行ってみたいと思います。おはようございます。今朝も美味しそうな朝食ブッフェです。何を取ったかというと、おにぎり3種類、梅とイクラとイカのおにぎりと鮭で、パンケーキ、フレンチトースト、芋餅と鮭、アジの干物にホタルイカ、お気づけと明太子、チーズ、オムレツです。めちゃめちゃうまそうじゃないですか。はい、朝食2巡目は白エビのバーガーとクロワッサン、そしてうどん。順番が逆になりましたが、サラダ、そしてデザートです。はい、いただきます。以上、ホテル山の葉からでした。